それではお待たせいたしました最後のセッションです。 Q&A トークセッションに入らせていただきます。ここからは辻明人先生に座長を務めていただきまして進めてまいります。先生よろしくお願いいたします。そうですね、皆様お疲れ様です。休憩できましたでしょうか。講演の中でたくさんのことをお勉強できたと思いますので、だいぶ今日は分かったぞという感じじゃないかと、不安も減ったんではないかと思いますが、さらに質問をいくつかいただきましたので、我々の方で質疑応答させていただいたらと思っております。はい、本当いくつかの質問をいただいているので、少し分けながら伺っていきたいなと思うんですが、最初はですね、はい、これですね、がんのマーカーでペプシノーゲンは有効なのでしょうかという質問です。辻先生、どちらに。そうですね、稲葉先生得意なところですね。稲葉先生お願い。ペプシノーゲンというのは胃の炎症とかですね、あるいは胃の萎縮の度合い、こういうふうなものが分かりますので、がんのマーカーというよりもですね、がんのリスク、胃がんのリスク評価をするのに有効ということで、ペプシノーゲン法を保険で認めようということが、実はもう今年は本当は保険診療の中で測れるようになってたんですけども、ちょっとギリギリのところで小規病学会の方も、そのペプシノーゲン、お医者さんのいわゆるそれを使うお医者さんたちがまずもうちょっとこのペプシノーゲンについて理解してから保険認可をしようということがあって、ちょっと今逆に少し待っているという状況がありますので、こういうふうなのは有効であるのには間違いない。だけどもこれはがんのマーカーじゃなくってリスクを評価するために有効というふうなところでご理解いただいて、全国のドクターがですね、十分このペプシノーゲンについて、理解を深めれば保険診療で展開できるようになると思います。はい、ありがとうございます。よく分かっていただいたでしょうか。ペプシノーゲンというのは30年くらい前から本当に研究されてて、最近になって本当によくいい目安になるということが分かってきたということで、私たちも今もう一度見直しているようなものです。それでは引き続いて、はい、行きましょうか。そうですね、胃がんの早期発見と最新の治療法について教えてくださいという質問もいただいておりますが、これはどうしましょう。森先生いかがでしょうか。はい、まず胃がんの早期発見は先ほどの稲葉先生こういうものがありましたけど、まず検診を受けていただくということは絶対大事です。それからあと、その検診を受けてもし異常があればですね、昔通いやったからいい大丈夫だろうとかではなくて、やはりそういう特殊抗とか拡大を使える専門の病院に行ってしっかり見ていただくということがまず一番大事で、それをやってその病巣の評価をまずします。でそれが悪性であるというふうに分かった場合には、先ほど私が説明しました ES 大きいものであれば深さの診断、いろんな検査があります。超音波で見てみたりとか、それはお腹の超音波ではなくて内視鏡で見る超音波であったりとか、そういう拡大内視鏡の内視鏡学というのがありますので、それに基づいて深さの診断をして、外科医とも相談をして、大丈夫そうであればまず ESD をやって全部を取って、トータルバイオプシー、つまり全てを取り切って病理診断をして、それがリンパ節の可能性がないと判断すれば根治治りますので、それが最新の今の ESE という最新の治療法がありますので、ただやっぱり技術的にちょっと高いレベルにある、内視鏡の手技ですので、ホームページ等ですね、やはり症例数その他を見ていただいて、判断していただくというのは非常に重要かなと思います。それに関連してまた質問がありました。鼻からの胃カメラは口からよりも分かりにくいと聞きましたが、検診を受ける場合、おすすめはと、これは質問であるんですが、1、口からのカメラ、2、鼻からのカメラ、3、バリウム X 線の順番になりますかというふうな質問がありました。じゃあ稲葉先生、また
検診は基本的にはもう症状のない人がベースですの で、検診はですね、今のところはレントゲン検診が、たくさんの患者さんを、患者さんというか検診の方を、見させていただくのには、一番早いということもあって検診でやってる、レントゲンでやっているということがあります。で、高松市の方が、来月からですね、もう少し若い、50代の人を中心に希望者に内視鏡検診を、するようになりましたけれども、そちらの方は、希望者の方ということになっております。で、症状が少なくともある方はですね、医療機関に行っていただいてその症状との兼ね合いでですね、お花でもいいかなという場合と、やはりお口から最初から行った方がいい場合で、お口から行く場合もですね、結構少し眠る注射を打ってですね、うとうとしながらすれば、ほとんどの方はスーッと検査終わりますので、10分以内で大概終わりますので、そういう意味では症状と、その医療機関の持っている、内視鏡の精度とかで、その辺で決めていただくのがいいですけれども、症状があるときはもう医療機関を検診じゃなくて受診していただいて、お口かお鼻かはそこの先生にまずお判断をいただくというのが、正しい選択ではないかと思いますけど。はい、ありがとうございました。先ほど稲葉先生触れられましたけど、気になって症状があるような人は検診じゃないですからね。もう気になってる、どうも胃がしくしくとか言ったら、もうそれはもうきちっと調べてもらわないとダメですから、検診とかでごまかさずにちゃんと病院に行っていただいたらいいと思います。はい、では次の質問です。これは手術を受けられた方からの質問でした。胃の全摘の手術を受けました。今後どのような食事、どのような薬を選んでいけばいいかを知りたいですと。これは高橋さんにも、食事のことはお聞きできるかなと思うんですが、まずは先生、どなたが。そうです、はい、藤原先生お願いできますか。はい、胃の全摘となると胃がもう全部なくなってしまってですね、食道、食べ物が口から今でお腹の中まで通っていく道ですけど、そこの後にすぐ小腸というものがつながります。で、小腸というところに入った食べ物はですね、腸が動いて少しずつ流れていかないと食べ物が次入っていきません。なので早く食べてしまうとすぐつっかえて戻してしまったりとかいう原因にもなります。で、一度にたくさんのお食事が取れないので、どうしても手術になったら体重が減ってしまいます。ただですね、だんだんその体に慣れてくることで日常生活を行うには十分必要な栄養というのは体に蓄えられるようになります。で、あとはホルモンの分泌等でですね、年月が経ってくると貧血を起こしたりとかいろいろな障害が出てくる可能性はありますが、基本的には定期的にかかりつけの病院を受診していただければ、そこら辺のチェックも十分していただいているはずなので、大きな問題はないかなと思います。このお手元に配られているがんと栄養のことという冊子の中にですね、この4ページからの項目に、分かりやすく、説明していただいていることが一般的な術後の食事中の注意事項になると思いますので、ここら辺に関してを十分お読みいただいて理解されたらいいかなと。で、それ以外のことでまだ心配なことがある場合には、かかりつけの主治医の先生にご相談いただいたらよろしいかと思います。はい、他の質問でもやはり手術後の生活のこととか、食後の血糖が高くなる、便秘下痢しやすくなる、腸閉塞のリスク等でっていう質問がありますけれど、それもこちらの本 の手術の後のことを書いてあるところもありますし、それからアルファクラブさんってこういう体験談をいろいろ書かれているものも今日入れていただいているようですので、そういうのもご参考にしていただいたらいいかなと思います。実際でも高橋さんは手術も受けられたわけなんですけれども、食事について何か皆さんにアドバイスというのがあればお願いできますか。私の場合、胃の3分の2を取って、ちょっと胃が残っている状態なんですけど、だから全摘した人とちょっと後遺症が出るにしてもちょっと違うのかもしれないんですけど、とにかく早食いをしないようにゆっくり時間をかけて食べて、でちょっとこう苦しくなったら横になって休むっていうのをすると、私はとても楽になります。それぐらいですかね。はい、はい、さっきの話の中でも食べた後少ししんどくなるので横になって
ることが多いというふうに伺ったんですけれども、ご家族の方がもしこの会場にいらっしゃったら、そういうことをされているあのご家族 の, あのご本人が患者さんがいらっしゃったら、あ、今はそういう状態なんだなというふうにあの見守ってあげるのが一番患者さんにとってはあの嬉しいことかもしれません。では、次の質問に参ります。ポリープの話でありました。腺腫とポリープの違いについて教えてくださいという質問と、良性ポリープと悪性ポリープはあるのかと2つご質問がありました。先生、こちらはどなたにお願いしましょうか。井上先生は、まずですね、ポリープっていうのは基本的には隆起しているものを全部ひっくるめてポリープというふうに形態的に言ってるので、そのポリープの中にも悪性もあれば良性もあると、まあそういうふうなところでまずご理解いただいて、ですから良性のポリープと悪性のポリープとあるのは当然、ポリープって言ったら隆起したものを全部ポリープなので良性も悪性もあると。で、腺腫とポリープの違いということですけれども、これもまたちょっと違ってて、ポリープというのは形態診断、隆起したもの、腺腫っていうのはあくまで組織の形としてもう悪性に少し顔立ちが似てきたという、そういう顕微鏡レベルでの病理の診断のことですので、ですから当然腺腫とポリープは形態診断のポリープという名称と組織診断の腺腫ということですので、まあ全くの違うものであるということですね。ですから腺腫というのは、一般的には一部が癌化してくる恐れのある病変と、まあいわゆるグループ3というところになってくると、まあ5になったらまあ明らかな癌という診断になりますけども、将来的に一部が癌化してくる可能性のある病変が腺腫と、これは病理診断の範疇という。ただまあこれ組織だけちょっと取ってですね、腺腫と言ってもですね、それを全部、さっき森先生が言われたように ESD とかで全部取ると7割ぐらいは実は少し眼科が起こってたということもありますので、まああの内視鏡でですね、ちょっと典型的な腺腫じゃないねっていう場合はですね、まあ全部取るというふうなことも我々は考えているというのをまあ知っておいていただいてもいいかと思います。はい、ありがとうございました。ではあのこれまた手術の質問ですね。手術というか腹腔鏡のことですが、腹腔鏡手術で脂肪が多数出ていましたが、リスクは何でしょうかというご質問がありました。はい、これはあの群馬大学とか東京女子医科大学とかであの少しあの問題が分かったということですけど、まあ我々の地域の病院ではそういうことは、まあ、ないということは分かっていますが、やはりそれでもやっぱり皆さん心配だと思いますので、あえて藤原先生にあのコメントをいただけたらと思います。はい、あの外来受診される患者さんでもあの非常に心配されて口にされるあの家族の方とかもいらっしゃいますが、基本的には、まあ、問題になった症例というのはですね、腹腔鏡の手術でもまだ十分に安全性が確認されていないものへの適用を拡大していたというところが今回問題になっています。で、胃に関しましてはさっきも早期の胃がんに対しましてはもうほぼ標準治療回復手術と安全性というのはもう検証されています。で、何を目安に、医療機関を選んでいただくかというところでは内視鏡外科学会というものがあります。日本内視鏡外科学会というところがですね、技術認定制度というものを設けています。で、そこで認定された医師がその病院にいるかいないかというところが一つ大きな目安になるかなと思います。で、技術認定制度はですね、日本で初めてですね、手術主義に関する、審査をですね、行われて、技術指導ができる資格を十分有すると認められた医師に与えられるものであります。なので、まあ、そこの認定の資格を持っている医師であれば、まあ、手術の技術に関しては問題ないでしょうということになりますので、そういったものをプロフィールから、見ていただいたらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。あのインターネット等でも調べられますし、あのもしインターネットが苦手だという方もいらっしゃったら、お子さんであったりとかご家族と一緒にあの調べてみるというのもいいのではないでしょうか。あと次の質問に参ります。年齢による治療方法の限度、まあ、特に高齢者というご質問いただいています。これはあのどうしましょうか。はい、じゃ あの私の方から簡単に、あの年齢によって治療法が変わることはあまりありません。
若くて元気な人も年配の方も最近は手術 の, レベル麻酔ができるとかいうのも上手になられたと思いますし、内視鏡の手術なんかも高齢者にもされています。抗がん剤も同じです。80歳に見える70歳の人はちょっと迷いますけど、まあ、80歳に見えない80歳の人だったら抗がん剤やってもらったらどうかなと思うような感じですので、実年齢じゃなくてちゃんと病院に歩いて通ってきてご飯は美味しく食べてますっていう人ならいろんな治療ができるんじゃないかと思います。外科の先生からはどういう感じでしょうか。藤原先生、ですね、一応過去 12,3 年の間のですね、高齢者のうちで手術をした高齢者の胃がんの患者さんについて の, とデータを調べたことがあります。で、85歳以上の方でもですね、最近結構手術を受けられる方多いです。やっぱり元気な方に対しては手術をお勧めしています。ただ、血液検査、いろんな手術の前の検査を行いますよね。心臓の機能が悪かったりとか腎臓の機能が悪かったり、それから栄養状態が悪い患者さんですね、そういった方に関してはある程度の時間を持ってですね、改善が認められなければやっぱり手術はお勧めできないという場合もあります。なので患者さんの見させていただいて、判断させていただいているというところが現状です。はい、はい、ありがとうございます。手術こんなふうに高齢者でもしっかりできるということですので、遠慮せずにというか怖がらずに手術ができるかどうかをしっかり聞いていただいたらと思っています。はい、では続いての質問に参ります。先ほど辻先生からの話で放射線等はなかなか胃がんでは聞くことがないんだけれどもという話はあったんですが、さらに踏み込んだ治療法として知られています重粒子線や陽子線による治療について説明希望しますという質問もいただきました。はい、放射線の治療というのは非常に皆さんよくわからないけどなんとなく放射線原発と一緒みたいな感じで誤解されている方もいらっしゃいますし、正確にある程度知っている方もいらっしゃるとは思うんですけれど、放射線の治療の中に実はこの粒子線とか陽子線というのを丸々含まれます。でどこが違うかっていうのをあまり知らないんで、画期的な新しい治療法だと思われている方が多いんですね。で効果はほぼ一緒です。副作用が違います。で放射線っていうのはこっから向こうを全部焼いてしまいます。焼いてしまいますのである一定の範囲後ろにも影響が、放射線を当てていれば手前から後ろまで放射線が当たりますが、粒子線それから陽子線というのは最初だけきつく当たって途中でピタッと効果がなくなります。ですから奥へ広がっていきません。で奥に大事な臓器がある、例えば喉、喉は奥に神経がありますので、この脊髄に放射線が当たりすぎると麻痺がきますけど、それが起こらないように寸止めをしながら放射線をたくさん当てることができるんで非常に有効です。で胃なんかはあんまりリンパ節の転移とかあっても放射線、外国だったらこんな大きな人があって手術できないような人は放射線を扱うんですけど、日本の場合は外科の先生上手なんできっちり取ってくれますし、あんまりこんな100キロ超えるような人は日本はあんまりいらっしゃいませんので、日本 の, 治療として放射線が表に来ることは少なくって、粒子線とか陽子線も、放射線の一部だと、副作用が少し違う特殊な放射線だというふうに理解していただいたらいいと思います。ありがとうございます。あと最初に次の質問なんですが、稲葉先生からたくさん説明がありましたピロリ菌についてもご質問いただきました。これいくつかあるんですが、ピロリ菌はいないが胃がんになるのでしょうか。でいない場合の萎縮性胃炎の原因と治療法及び胃がんの予防法についてと言ってたくさん来ています。ピロリ菌についてまずですね、このピロリ菌がいないっていうことをまず明確にしとかないといけなくてですね、今いないのか一度も感染したことがないのか、これによってまず違うと、いわゆる私がお話の中でも言いましたけれども、要は何らかの形で一回感染しててですね、ある一定の期間感染があったけれども今はいなくなっている人は基本的には胃がんのリスクは潜在的に持ってるわけです。
ですからやっぱりその生まれて一度も定着して胃の中にピロリ菌がいなかったらどうなのかっていう質問と、私は今検査したらいないんだけど、このピロリ菌がいないっていうのもですね、実は2つあってですね、実は一時期はピロリ菌は胃の中にいたんだけども、どん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 炎症がひどくなって、胃がもう萎縮性胃炎がひどくなると今度はピロリ菌が住めなくなるので、逆にものすごいがんのリスクなんだけども、血液検査とか風船のテストをするとピロリ菌は今いないねって、そういう評価をされた人っていうのは、ピロリ菌は今いないけれども最高に危ないということになりますし、生まれて一時期感染してたけれども何らかの形、例えば耳鼻科の病気でですね、抗生剤もらったとか気管支炎になって抗生剤もらってる間になんとなく除菌されていなくなってて、でしばらく経って今の時点で調べたらいない、でも胃は萎縮性胃炎がそんなにひどくなってピロリが住めないほどじゃないけれども、その人は一時期はピロリがいたわけですから、そういう意味で言うと発がんのリスクはあると。ですからいないっていうのは自然にもう住めなくなって最高の危ない状態のいないと、一時期は感染しててリスクを持って何らかの形で胃はそんなにひどくないけどもいないのと、全く感染定着しないでずっと来たいないと、この3つのいないがあるので、どのいないになるのかっていうので、やっぱり胃がんのリスクは考える必要があると。で、全く一度も定着して胃の中にピロリがしばらく住んでなかったんです、もうものすごく綺麗な胃の人、この人は基本的にはそんなに萎縮性胃炎が起こるリスクはやっぱり極めて低いと考えていただいていいと思います。じゃあ絶対にがんにならないのかと言いますと、そんなことはないと。やっぱりこれだけ食べ物がどんどん胃の中通っていきますので、いろんな雑菌も入ればいろんな化学物質も入りますので、まあ、そういうふうなものも含めるとリスクは非常に低くはなるけれども、胃がんにはゼロにはならないという理解をしていただいたらいいと思います。はい、ありがとうございます。あと、そのちょうど遺伝の話も出ていたんですけれども、胃がんは遺伝するのでしょうかと、ピロリ菌に関連しての質問の方だったんですが、やっぱりある一点、まあ、特殊なことはあんまり言ってもあれなので、一定のですね、遺伝性はあると言われてますので、まあ、それは非常にですね、まあ、がんができた時に、まあ、それを修復する遺伝子とか、まあ、いろんなのがあって、それが先天的に少し弱い人たちっていうのはやっぱり胃がんのリスクもやっぱ上がってくるというのは分かっているので、ただこれは非常に珍しいということで、まあ、そういう意味で言うと、まあ、逆に家族歴を聞いたりするのはやはりピロリがたくさんおられた家族とかですね、まあ、中にはそういうふうな遺伝的な要素、あるいはものすごくヘビースモーカーがいっぱい住んでる人とか、まあ、その辺も含めて家族歴は聞きますけれども、まあ、遺伝性という点には、まあ、極めて稀ではあるけれどもありますよということですね。分かりました、ありがとうございます。まだまだお話を伺っていきたいところではあるんですが、少し時間が迫ってまいりましたので、ここで最後にですね、今日このトークセッションにご登壇いただいてます皆さん方に一言ずつメッセージをお願いしたいと思います。では高橋和菜さんから順に、左側の先生方にお願いいたします。和菜さん、お願いします。何を言えばいいかわからないんですけど、とにかく、まあ、無理をしないようにゆっくりと、まあ、食事をとるように心がけるようにしていったらいいのかなと思います。はい、ありがとうございます。先生からとかもお話がありましたが、結構患者さんで近所の方のに聞いたとかですね、それから聞いてとか言うんで、僕らの話はあんま聞いてくれない人が、患者さんがいますね。なのでまずは主治医のお話を一番に信じてもらってですね、正しい治療を選択していただくことが一番大切かなと。あとは辻先生が言われてましたが、病気を人任せしない、やっぱり自分のことであるので、ご自身でしっかり病気のことを理解していただくような気持ちを持ってですね、協力して治療を行っていくということが大事じゃないかなと思いますので、今日勉強していただいたことをですね、記憶に留めていただいて今後の治療に役立っていただければと思います。ありがとうございます。では森先生、お願いします。
そうですね、今日はたくさんのお話をしてきたんですけど、先ほどのセッションで話した通りで、まずやっぱり年齢的なものとか皆さん胃だけで生きているわけではないので、やはり全人的に見て、例えば年齢もそうですけども、その例えば他のご病気をされているとかで手術が難しい場合っていうのは ESD でとりあえず切除をして、で化学療法と組み合わせるという試験も今食道では始まっています。ですから決してやっぱりいらない臓器ってないと思うので、基本的にはあまり体を傷つけない治療というのは必要かなとは思います。ですからまず胃がんになったらとりあえずはまず内視鏡で精査をして、できるものはなるべく ES で取る、で取ってみて深ければ外科切除なのか化学療法なのかという、そう選択をしないと誤ったところに診断が行ってしまうと、余分な胃を取っちゃったりとか逆に過小に取っちゃったりすることもありますので、そこは気をつけてしていただければと思います。稲葉先生お願いします。はい、今日は胃がんの話ということで、トータルでこういうふうにずっと、現状から原因、それから、いろんな治療法について聞くチャンスっていうのは非常に重要だと思いますし、今日こういうふうなのを、聞いていただいてですね、胃がんだけじゃなくていろんな病気、いろんなこれから起こるようなことに関してもですね、やっぱり正確な知識、それからこういうふうな今日聞いていただいたようなことをですね、ベースに、いろんな、起こることにも対応を考えていただくのに非常に有益かではなかったかなと思っております。ありがとうございます。辻先生お願いします。はい、皆さんの先生方がたくさんお話しくださったんで、もう心配はないと思うんですけど、あまり聞き慣れないとか最先端に弱い方も結構いらっしゃいます。で最先端はまだ標準じゃないんで、まだ言ったら新人なんですよ。新人に野球のゲームを任せたらやっぱりうまくいかないこともあるのと一緒で、やっぱり新人さんは新人さんの扱いをしましょう。で今あるもうきちっとしたすごいプロのベテランの治療がたくさんありますので、今日お話しされたような鉄板の治療をしっかり受けていただいたらと思います。でそれでいよいよ困った時にはいつでもご相談ください。先ほどの相談支援センターやがんセンターの情報センター、それから我々の病院に新しい治療、もういよいよの治療なんかないかって相談いただくと、それは主治医の先生がしっかり紹介してくださいますので、そういうもし困った時はいつでもまた声をかけて相談いただけたらいいと思いますので、あまり世間の他の人、がんじゃない人の病気かどうかわからないような人の、私は肺がんだったけどこれがいいよって言われたの、病気違うからっていうことをちゃんと言って、主治医の先生としっかり相談していただけたらと思います。どうもありがとうございました。以上をもちまして Q&A セッションの方を終了させていただきます。先生方本当にありがとうございました。席の方にお戻りください。皆様大きな拍手でお送りください。